皆さん、こんにちは。日本の女子バドミントン選手、福島由紀さん。2011年度にはU19バドミントン日本代表にも選出され、同年の世界ジュニア選手権に出場するなど、数々の実績を持っています。そんな福島さんですが、桃田賢斗さんとの結婚の噂があります。今回は、福島由紀さんと桃田賢斗さんの結婚説や彼氏のスキャンダル、年収などについて調査してまいりましたので、お伝えいたします。まずは、福島由紀さんのプロフィールから見ていきましょう。福島由紀さんは、1993年5月6日生まれの30歳、熊本県八代市出身。身長164センチメートル、血液型 B 型。中学校3年時の全国中学校バドミントン大会でベスト16に進出。準々決勝で1学年下の奥原のぞみと対戦しますが、敗れてしまいました。高校バドミントン強豪校である青森山田高等学校に進学後も着実に力を蓄え、全国高等学校バドミントン選手権大会では2011年度の第62回大会にて女子団体及び女子ダブルスで優勝。女子シングルスでは奥原のぞみさんと対戦するも敗れてしまいます。2011年度にはU19バドミントン日本代表にも選出。同年の世界ジュニア選手権に出場。高校と同じ篠谷さんとのコンビで女子ダブルスベスト8進出を果たしました。2012年、高校卒業と同時にルネサステクノロジに入社。同社のバドミントン部所属選手となります。元はシングル中心でしたが、実業団に入ってからは主にダブルスプレーヤーとしての活躍が目立つようになりました。2015年、ルネサスバドミントン部が再春館誓約書に譲渡されたことにより、全体移籍の形で熊本再春館誓約書バドミントンチームのメンバーに。同年には日本 B 代表として1学年下の広田彩香さんとのコンビでグランプリ大会シリーズのスコットランドオープンで国際大会優勝を飾ります。2016年には広田さんとのコンビでニュージーランドオープン優勝。年末の全日本総合バドミントン選手権大会で準優勝を果たすなど、心境著しいところを見せました。2017年バドミントンスーパーシリーズのマレーシアオープン女子ダブルスで高賀圭トウキンカ組に2対1で勝利、スーパーシリーズ大会初制覇を飾ります。2020年東京オリンピックバドミントン女子ダブルスに広田さんとペアを組んで出場ですが、準々決勝で中国の陳清新さん、ジアイーファンさん組にセットカウント1対2で逆転負けし、4強入りはなりませんでした。パートナーである広田さんとのダブルスは現在世界ランキング1位など、輝かしい実績を持つ福島さん。年収も気になりますね。福島さんの年収は公表されていません。ただ主な収入源は所属する企業の給料からの収入と大会賞金と思われます。日本の最高峰である全日本総合選手権は賞金0円、世界選手権も賞金は0円と、大会に出ても賞金がもらえないこともあります。そのため年収はあまり高くなく、1000万円ほどではないかと言われています。選手としての実績の評価と同時に、日本バドミントン界きっての美人選手としてファンが多いことでも知られています。現在30歳ということで、結婚しているのかも気になるところですね。選手としても女性としても魅力的となれば、結婚していてもおかしくありません。実際結婚しているのか調査してみました。結論としては、福島さんは結婚していません。確かに結婚すると生活リズムが変わります。今は妻として旦那さんを支えるより、選手としての成長の方に気持ちが傾いているのかもしれませんね。もっともオリンピックに出場するレベルの女子アスリートは競技を引退してから結婚するケースが多いです。福島さんも引退した後と考えているのではないでしょうか。ただバドミントンの選手寿命はだいたい30歳ぐらい。前述したように福島さんは現在39歳です。福島さんの場合、種目がシングルスではなくダブルスなので、もう少し長いかもしれませんが、そろそろ引退後の生活も視野に入れていてもおかしくない年齢ですね。実際彼氏のスキャンダルはあり、
結婚の噂は出ています。お相手はバドミントン日本代表の桃田賢斗さん。福島さんと桃田さんは過去にスキャンダルを起こし、週刊誌に取り上げられているのです。事の発端は2018年5月に男女合同で行われた日本代表合宿、トレーニングが終了した後の深夜から早朝にかけて、福島由紀さんは桃田賢斗さんの部屋に行っていたことが発覚しました。それにしてもなぜバレたのでしょうか。それはドーピングの抜き打ち検査でした。ドーピング検査を実施するため福島さんの部屋を訪ねた検査員。しかし部屋に福島さんはいませんでした。代表選手に何かあっては大変だと心配したスタッフは施設の防犯カメラを確認。すると桃田さんの部屋を訪ねる福島さんの様子が映っていました。この情報が週刊誌にキャッチされ、福島選手と桃田選手が熱愛中、トレセン密愛などとこの件がスクープされたのです。2人とも世界でもトップレベルの選手、知名度や人気も抜群のため当時はかなり話題になりましたね。ただ週刊誌が情報をキャッチしたのはあくまで2人が同じ部屋にいたということのみ。実際に2人は交際をしていたのでしょうか。調査した結果、2人が恋愛恋人関係だったという事実はありませんでした。そもそもスキャンダルが発覚後に桃田さんは以下のように説明しています。部屋で話をしていただけ、もちろん交際を隠すためにあえてそう説明するといったケースも考えられるでしょう。しかし2人が恋愛関係にあったと思われる決定的な証拠もなく、桃田さんは他にお騒がせして申し訳ありませんでしたという言葉を残したのみに終わりました。このように本人たちによる交際宣言なども一切なかったのです。また福島さんと桃田さんがこの件でメディアから取材されても広報を通してくださいという言葉のみで関係性を説明するようなことはありません。このことから2人が付き合っていたという事実はなかったものと思われます。それ以降福島さんと桃田さんが接触しているという情報もないですし、話題に上がることもありません。こうして2人の結婚説はほぼ消えましたが、お互いに何とも思っていなかったのかと言ったらそれはそうとも限りません。福島さんが桃田さんの部屋にいたということは、おそらく福島さんから桃田さんの部屋に行ったのだと思われます。もしかしたら福島さんの方が桃田さんに思いを寄せていたのかもしれませんね。ちなみにこの騒動でのお咎めはなし、2人は日本バドミントン協会から厳重注意を受けた程度です。ただし桃田さん側はこの騒動によって世間からかなりの批判を受けることとなりました。というのも桃田さんはこの合宿中の熱愛疑惑スクープ以外にも以前から様々なスキャンダルを起こしていたのです。主なスキャンダルはこちら。普段から飲み歩き、キャバクラで豪遊、スナックのママを抱きしめ顔を押し付けて濃厚なキスをする、錦糸町にある闇カジノで違法賭博をする。特に違法賭博に関しては無期限出場停止処分を受け、実際リオデジャネイロオリンピックに出ることができなくなったほど。さらにお金を稼いでいい生活をして憧れられる存在になりたいなどの発言もありました。数々のスキャンダル発覚により、この時桃田さんは世間から厳しい批判を受けてしまいました。中にはかなり辛辣な意見もありましたが、背景を考えると致し方ない部分はありますね。以上、今回は女子バドミントン選手福島由紀さんの結婚説や彼氏のスキャンダル、年収などについてお伝えいたしました。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してもらえると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。